ここまで上がりのない浅い。そう、いつも僕は浅いにやられてることを浅いがやられてますね。<laughs> そうか。どちらかというと。浅いアサイにかわされてるってっって、ね。かわされてる。そう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 。こんな気分なんだ浅い君。僕はいつもそうなんだよ。味わ,味わえって言うとなんか <laughs> <laughs> すごい具合悪い会社になって。このね辛さも分かってるから普段かわしを入れてるんですよね浅い、まあ、ね。ねはい。えー、<laughs> 今曲のドラはローピンです。ドラドラですね今度。だから形はかなり悪いですね。 役が見当たらないですもんねですね,ねこちらは、えー、朝倉先ほど上がりを決めました持ち点が三万点に復帰しています現在トップ目の石田役牌の白が統一ですがここから仕掛けていくっていうのはちょっとなさそうですかね石田うん、ちょっと少ないんじゃないですかね白ポンはしないと思いますねむしろ白がロンになる仕掛けはやるかもしれないですね他のとこか後付けですねあなるほど ちょっと泣く形がなないかな次のこの石田の手ですけど、うん、どっかにカンちゃんとかペンちゃんのネックがあればそこから仕掛けていって最後ハクでロンを目指すっていうのはありますけれども6九万なんだよね6九万から泣くはあんまり考えづらいのでまずはターツをねこう作っていかないとっていう感じですね。そうで,すね、はい、で浅井はもうとにかくリーチっていって止めたいですね。ラスメの親、はい で、上が比較的並びなので結構ねここで親でリーチっていうとただでさえ親リーチだしこの状況ならなおさらねみんな止まってくれる可能性高いのでトップ争いから脱落したくないですもんねそうですねサははいおっ純ちゃんになるかもしれないねおー純ちゃん純ちゃんあるよ純ちゃんありますねね、うん、枚入れだけど結構山ににいそうに見えるもん、ね、あ、でも朝倉が持ってるのかあ3枚切れになっちゃった9ピンうーん,うーんちょっと ジュンちゃんは現実的じゃなくなりましたかね役役になったのは石だおしかも初一枚切れだから<や>おだ<ー>。そうなの気が変わったうん。本質でこう打てんだて今度仕掛けますカンチーマンドラさんになっているんですここから役を作っていきます地球瓶引きます地球瓶引きますあらまあこれ熱いなたこれは5キルか3キルかだけどこれは考えましょうか ウーピン残すと一通とドラが残り3 3、三万切る、三。あ、違う、違う、ウーピン残すと一通とドラの受けが残り、三万残すと、リ万ンマンイーマンの純ちゃん。になりやすい手順が残る。あとで、リピンターツの選択ができるってことです、ね。とそうですね。うん、はい。イ、e、ーピンって、三山か。一枚切られてるだけ。一枚切れ、全、残り山ですね。イー、e、ピンって引けば、六、はい、六千オールですね。ですね。あ、イーピン、ここっちゃった。 あ、でも手に残ったぞ。そうか、今度は薬牌重ねにいってるのかペーチャですもんね。そうですね。チュンは一枚、チュンは二枚切れか安全牌だ。うん。で、E ピンと E マンだったら E ピンの方が一人現物ということか。ええええ。うん。ただこの一人現物で残した E ピンが、あ、でもあさい一数ピンになったらリーチっぽいからリーチかかれば止まるか。 リーチですよね、まあ一数ピ,、ね、ピンはイーあ一数ピンは、数ピンでロンが悲しすぎるので多分リーチすると思います、止めたいし今度は役配重なった、これで役ができましたドラさんです仕掛けているのはカンチーマンなんだ ?5 はいらないうん、それじゃないですねンで,すで、2万が2枚切れてしまったのでほぼアサイは3万持ってる価値が下がってきましたねああ、そうですね、うん、確かに まあ、とはいえ、最後の2枚引いたらめちゃくちゃ強いのでイーマンは一枚切れチューンは二枚切れの牌です、石田役役統一これね、近藤が遠いところから仕掛けた時ってね結構 こうこういうドラさん入ってることあるみたいなんですよねドラにドラさん入ってるのあるみたいですかいや前説ひどい目にあったんでそれで <laughs> <う>そのようですねす,すごいすごい気絶しそうな漫画撃ったので僕、はい、いやこれなんだよな近藤が仕掛けた時ってう,う,ってう,、ね、うんそうなんですよそれだけ理由がないと仕掛けないっていうことですかそうですねしかも透明の仕掛けっていうのはあまり使ってこないですね あれウアサイが欲しいピンが残り1枚になってしまったしかもこの1ピン出ないね使えますねうん使いたいよねむしろ、はい、これペーだって上がりの形でペーポンだから、うん、ペーポンの時頭がいるからいいピン出ることないですねこれは。 石田が切らなそうですねちょっともう引き気味ですかもうウーピンなんかずーっと近藤に対して切ってないかもしれな、うん、そうですね。近藤ライバルなんで近藤に対してちょっと絞ってる向きはありますねこれ。絞ってますね、おそらくとなると親の浅井にも上がられたくないわけですから、うんはい、石田はもう引いてるか。引いてますね。 とは両面両面の朝倉、両手腕点ですけど。うん、はい。がどこまでいけるか。はい。いやでもこれ石田やっぱり、近藤の仕掛けに対して、かなりケアしてますね。近藤っていう人を込みでケアしてますね。これは間違いないですね。人対応すごいしてますね。このカンチーマンの仕掛けが、例えば浅いだったりすると、もっと石田はラフに。あ、全然違うと思います。はい。 まあやっぱり石田も今年でね A 番リーグ2年目でもう近藤のマージャンたくさん見てますので最高位戦ルールにおける近藤の傾向っていうのも掴んでるんでしょうねだからこういうパーピンなんかはドラ含みの両面で泣かれる分には安いんでそもそも泣かれないだろうと思ってると思いますしドラがローピンで67って泣くとしたらドラ1枚しかないんじゃないって思うんですかまあねれる分にには別にねまあかまわんと なんかドラが固まってる時ってドラじゃないところを泣かれることが多いじゃないですか。はい、そうですね。逆にドラまたぎって泣かれてもまあ大したことないかなとか。しかしね絞り合ってお互い手が進まないですね。<laughs> 本当ですね。アサイはイスピーが弾けないしパーソンにもくっつかないし。いやー。シャアはいらないし。いらないし。なんかそんな歌ありますか。<laughs> ありました。なんかある気。が <laughs> さあさあ。 ウー,ーを切ってますねスー,ーが今通ったところをどうしますかねチート打ちに決め打つならチーソーとかもあるんですかなるほどチーソーってそんなに当たらなそうですよねパースうーんなくはないけどほとんど当たらなそうだなチー<万>ウッパーワンが一番良くないと両面三つの中でっていうことですかうん,うん 仕掛けずい、ね。はい。シャア重なりましたがこれは二枚切れのハイ空切りしていきますアサイデンイ入るかもう終盤だそうですね一応浅サも手が進んだアピールというか安全牌のシャア切ったよっていうアピールですかです、ね、ずっとつもぎってたんでやっぱり一個ね手出ししとくと、うん まあ、ここでテンパったかもしれないぞっていうことを考えさせることはできるので。うん、いや、もうしょうがねえから泣くか。泣くか、泣かない。しょうがなくない。あ、<laughs> こらえた。<laughs> あと、つも二回ですよ、浅井。そうですね、いや、今泣くかと思いましたけどね。<laughs> この終盤でテンパイ取らないんですね。そうですね。ラス目ですよ。いや、これ、おそらく浅井が泣くと、他の人が。うん 全力で前に来るからっていうのがあると思いますね。慣れられちゃうよっていうことですか。いやしかしこれは再試算ですね。ドミノドミノドミノが始まりました。ドミノでドミノレ天配入りましたね。近藤がドラさん、関ローマンの天配、石田が伊須地宗。いやーこれは吉。あなんだ三ピンだ。一応リーチはできるぞ。できるぞ。両ピンしかない。リーチはしない。はい。伊宗 <laughs> がない。あ伊宗に一枚切れですね。両ピンも一枚切れですね。なな残り一枚だけか。はい。 アサイも最後になんとか追いつきました。朝倉だけ農点だ。どう考えますかね。朝倉自分だけ農点に見えるかな。でもアサイもテンパってるか怪しいな。てかアサイ農点に見えるな。シャアシャアって手出ししただけですもんね。ねシャアそもそもリーチ来てないんで農点に見えるので差し込むまでもないかな。二、うん、人農点ならいいかとう。うーん、そうですね。まあしかもね石田に打つと石田遠くに行っちゃうんで。うん。 すり抜けた。すり抜けた。今度はカンローマン。いやー、いすちそが一見強そうですけど。ですけどね。さあ、とりあえず浅井は自分のツムは耐えた。朝倉天敗だ、ポンテンだね。いやー、朝倉四人目の天敗、追いついた。どっちだ。すうそわろん。 三層の方が現物と筋かだいぶ三層の方が物理的に通りそうです三、ね、層は近藤の現物で石田の筋はい浅井には三層もスソもどちらも通っていませんただ浅井も天敗に見えるかここでチーピン切ってくるってことは脳天できる範囲じゃないもんね,ねここでチーピン切ってうはうん脳天できる範囲じゃないので浅井も天敗って考えると いやでもな三層の方が泣いてないし、ね、あ後だしね切られたの三層になりましたね。振り転の方で受けました。はい。ローマン。うわーあー、最後のローマン。今度の上がりだペイドラさん八千点。今度石田からの出上がりでトップ目に立ちます。石田あんまり表情に出ないですね。もうこういう八千点とすごい出てしまうんですけど。ですね、<laughs> 顔ぐしゃーりら、ね。めちゃくちゃなるんですけど、石田はクールな男ですね。ダンデ定。<laughs> <laughs> 池尾寺ですか池尾寺です <laughs> そういうところは見せないですねでちょっと痛すぎますよい痛いよ、今ののね、めちゃくちゃこの何度2曲での発声放射痛すぎます <laughs> 超痛いです麻雀スリアロチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしておりますチャンネル登録、高評価、コメント ツイッターのフォローなどよろしくお願いしますまた概要欄にマーチャンプロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますのでそちらもご覧くださいリーチ